とことんやりこむ、どうも、なおしんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ダウンロードコンテンツ第3弾で新しく出てきた極ボス、挑戦していきましょう。今日行くのは、極電脳ロケットウォーズです。ボス誰だったっけ？覚えてないや。まあ、とりあえず、行きましょうか。食べ物5個。なんとかなるでしょう。行ってきます。あー、ここか。あのね、雑魚をね、呼ぶのよ。なんで、めちゃくちゃね、めんどくさい。めんどくさいっていうか、難しいクエストです。食べ物これ足らないな、多分。やば。ボスも、もちろん、超強化されてるから、めちゃくちゃ強いよ。むちゃくちゃ強いよ。しかも、雑魚が本当にね、サクサク湧いてくるから、必殺技は、ちょっと考えながら打たんとダメやね。雑魚敵が結構攻撃力あるやつだからね。雑魚をしっかりと処理できる感じに、うまいこと必殺技を、やっていかなきゃいけない。やーばい。もう冷凍ビームが鬱陶しい。いけ。よし。これ、冷凍属性結構いいな。あ、冷凍凍結属性か。あ、やば。おいっしゃ。で、ジョブはね、もう絶対、夢見る少年少女が、絶対いいから。マジで。回復がね、すごく必要になることが多いのよね。今回の新ボス、とにかく強くて。だから、この、ポーズ取って回復できる少年少女は、すごくいいです。やばい、出すぎ出すぎ。やばい、あぶね。変身が解けるわけにはいかない。よし。あとクリティカル無効がめちゃくちゃ役に立ってる。あ、やばい。食べ、あ、そうか。お腹すくのか、ここ。そうだ、お腹すくんだ。うん。食べ物はこれかなり必須だったな、ここ。よし。食べ物必須だったけど。まあ、なんとかなってるから。いいか。これ本番は敵がグレート化してからなんだよね。そっからが辛いの。よし。あ、でも雑魚をね倒していってポーズは取れるから回復はやりやすいね。あー、そうか。これあのね、冷凍オーラが出るのよ、敵から。欲しいな。チャンス取れ。あー、ダメだった。やばいやばいやばい。冷凍のオーラが鬱陶しすぎますよ。ほんと勘弁して。あーじゃあ、いやいや、敵がねいっぱい出て報酬は美味しいんだけどさ、美味しいんだよ。でも難しいよ、ここは。よし。まあ、変身がね、解けないように、あのビームだけは、食らわないようにしよう。変身解けたらもう終わりだわ。なんか、雑魚敵が増えてきとるぞ。雑魚を倒す。うん、あ、倒して、うまいこと。痛い、痛い、痛い。あぶね。うまいことポーズ出るから、いいと思ってたけど、そうでもない時もある。危ない。もうどんどん湧く。本当にやばやば。冷凍オーラが来た。ダメだ、チャンス取れない。いいよ。よしよしよし。ちょっと、あー、戻っちゃった、戻っちゃったよ。待て、よし、オッケー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 。わあ、いった。
強い強い。え、仲間みんなやられた？なわけないよね。どこに行ったんだみんな。あ、そうか、雑魚敵も増えてるから結構ばらけさせられるんだ。嫌なやつらだわ、本当に。本当に嫌なやつら。よし、回復してくれみんな。もうちょっと頑張れ。よし、あ、いけ、あと一発か。いったれ。ダメだった。おーし、ナイスナイスナイス。あ、ここはもう食べ物をめちゃくちゃ持ってくればよかった。経験値がもったいないね。はい、ボスメダルとボス武器かが出てるみたいだね。リベンジャー、はいはい。どれぐらいのレベルでしょう。うん、経験値おいしい。クリア報酬で60,000、そして経験値ボール超が6個、ガシャコイン6個。おいしい、超いいねももらえるからね。いい感じだ。ほんと今回のクエストでやるクエスト、うん、前はね経験値おいしいところって決まってたからね、それがいっぱいできて嬉しいな。マルチがねいろいろと選び放題で楽しいと思います。で、出てきたメダルのレベルを見てみましょう。リベンジャー821。うん、まあ800超えで全然いいね。あー、で、スキル小声アタックか。あんまりいらないかな。はい。ということで、今日は極電脳ロケットウォーズ行ってみました。雑魚敵がね、多いんで、食べ物をいっぱい持っていかないとすぐお腹すくので注意してください。うん。またボスも強いからね。できればマルチプレイでやったら、いいと思います。囲んでガシガシね、攻撃するとすぐ倒せると思うんで。はい。やってみてください。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。